な気持ちから逃げ出したくて、苦しくて、こんなに辛いなら思い出なんか全部忘れちゃった方がいいかなって。でもね、気づいたよ。わからないことはわからないままにわかればいいんだよ。自分の気持ちを素直に見つめれば、自分にもっと優しくなれるよ。そして思い出はいつだって宝箱の中にあるから、必要な時は取り出して眺めるの。ゆえの思い出は今もキラキラしてるよ。生きてる、俺生きてる、生きてるよな。そしたらなんだか生きてることのわからなさがね、とても貴重に思えてきたのね。離れたくないよ。このままずっと一緒にいたいよ。ずっと一緒に。スミカ、何言ってるんだよ。俺はいつだってスミカのそばにいるし、スミカもいつだって俺のそばにいる。シュンちゃん、たとえ離れ離れになったってスミカを思う気持ちは決して変わらないんだ。いつまでも永遠にスミカのそばにいるよ。変わるよ、シュウちゃん。離れてしまったら変わっちゃうんだよ。どんどん時間が経って、きっとシュウちゃんの中のスミカだってどんどん小さくなっちゃうんだ。スミカ、そんなこと絶対ない。永遠なんて幻想だよ。そんな遥か彼方のシュウちゃんの幻に焦がれて待ち続けるなんて。だったらこのままおしまいにした方がいい。スミカ、バイバイ、シュウちゃん。バイバイ。話を申し上げます。ご来館のお客様で鹿島ネオ様、鹿島ネオ様、お忘れ物が届けられております。1階フロア窓口までお越しください。の物語にしたい。私、これからはもっと素直になりたい。翔吾くんといるとそうなれる気がするの。翔吾くん、お誕生日おめでとう。開けて。頭の中がごちゃごちゃで何をすればいいのかわからなくて、でも何もしないこともできなくて、食べてみて。うん、分かってる。でもいいんだ。見ないよ。いいんだ、私はこれで。負け惜しみじゃないよ。諦めでもない。自信を持って言える。これが私の一番好きな味だから。翔吾くんが持ってて。翔吾くんの大切なとこにしまっておいて。私はずーっとベストワンにこだわってきたけど、オンリーワンもベストワンと同じくらい素敵だね。私迷ってる。フードジャーナリストになろうか、それとも自分のカフェを持つのもいいよね。私はショウゴくんのオンリーワンになりたい。いいかな。ショウゴ、君ちゃんと分かってんでしょうね。なーにボケてんの？約束したじゃん。タモルだよ、タモル。今日の夜は一緒に生のタモルを見るんでしょ？ショウゴくん、どうしたの？少しあるね。やっぱり風邪だったみたいだね。微熱あるよ。ちょっと前、下でベル鳴らしても返事ないし、携帯にかけても出ないし、きっと部屋で倒れてるんじゃないかなって思って心配で。勝手に入ってきちゃった。ごめん、厚かましかったかな。卵がゆと梅がゆ、どっちがいい？だって病気で寝てたから何も食べてないでしょ？大正吾くんの冷蔵庫空っぽだと思ったからね。さっき覗いたらピンポーンだった。料理するんだ。オーソドックスな卵の料理、何知ってる？そういうわけじゃないけど、何が好き？焦げ目をしっかりつけた甘いやつ？それともふわっと出汁の効いてるやつ？よかった、みりん買ってきて。だし巻き卵の方ね。